アンソニー・クリストファー・クーベックは、アメリカ合衆国、ウィスコンシン州ミルウォーキー出身の元プロ野球選手。メジャーリーグベースボールの中継実況アナウンサー。右と左ひ1954年にニューヨーク・ヤンキースと契約して、プロ入り。1957年4月20日のボストン・レッドソックス戦で、メジャーデビュー。 この年は、内外野のあらゆるポジションを守りながら打率。297を記録して、アメリカンリーグの新人王を受賞。ミルウォーキー・ブレーブスとのワールドシリーズでは、故郷ミルウォーキーのカウンティ・スタジアムにて行われた第3戦で、日本塁打を放った。1960年のピッツバーグ・パイレーツとのワールドシリーズでも30打数10安打した。1961年には、 自己最多の170安打、リーグ2位となる38二塁打を放った。公主コーダーの遊撃手として、実動9年間で3回オールスターに選出されている。首と背中を痛め、1965年に引退した。現役時代は注目を浴びることを好まなかったが、引退後は実況アナウンサーとなり、NBC の番組やトロントブルージェイズとヤンキースの実況を30年。 以上担当した。2009年には野球放送における電動入りにあたるフォードシーフリック賞を受賞した。2016年にカナダ野球電動入りを果たした。二遊間コンビのボビー・リチャードソンとは親友同士でもあった。ありがとうございます。